した。申し訳ございません。本当に今日は謝罪から入ります。本当にもうもう本当にこのなんて言いますかあなたは解説者ですかって言われても本当にしか本当にじゃないですかばってよかばってこれはかばいきれません。かばいきれないな。なぜかかばいきれないか。今日はですねここから1ヶ月後6月末でじゃあセパともに順位どうなってるかの大胆予想なんですが、うん、予想屋おじさんと名乗っているのに、はい、謝罪すべき予想をしていました。そうだ、ね、これ4月22日に5月の終わり時点での順位予想をしましょうという動画を撮りました、はい、ひどくない？ひどすぎる。これ本当か？これ間違えてるから。なんか頭ぶつけてました。どっかにぶつけてるよな。完全にセパともに毛が抜けてんだよ。毛が飛んでるんだ。飛んでますか。いやーいやーいやーこれいかんわ。びっくりします。衝撃的です。はい、まずセリーグパリーグともに衝撃的な発言をしていましたが、はい、セリーグはい、まあさらっと言った方がいいそうですね。セリーグは順位を1位 DeNA、はい、2位ヤクルト、はい、3位広島、4位阪神、5位中日、6位巨人というね。はい、パリーグは言い訳できないよ。待て待て申し訳ない。ちょっと待って、阪神4位今ぶっちぎってますよ。いや違う違う、打てなかったんだよあの時。ああ、またサトテル選手とかも。いやもう全く打てなかったんだよ。ヤクルト点が取れなかったし。点取れなかった。ヤクルトは上がってくると思ってたんだよ、うん、村上がちょっとずつ良くなってきてたからと思ってたんですね。その時はね。で最下位巨人。巨人は魔の8回、うん、あとかいろいろ言われてて、うん、それに釣られちゃった。釣られちゃった。釣られちゃった。まあでも広島だけは合ってますよ。そうだろう。はい、そうだろうね。解説者なのに。広島ありがとう。ありがとう、よかった。はい、続いてパリーグいきましょう。パリーグ、はい、1位西武、うん、2位オリックス、3位ロッテ、4位ソフトバンク、5位楽天、6位ハム。まず1位西武、これどういうことですか？まあまあしょうがない。これまだあれじゃないか。あれがあれだった時ですか？そうだね。そうですね。あれが次の日ぐらいに出たね。そうですね。それは予想できないですもん。できない。それは誰もね。そうですよね。まあ、でもオリックス、ロッテは A クラスっていうのは入れてた。まあまあ、もちろん、うん、ハムを最下位にしてたんですか。やっぱね、ミスが多かったんだよ。あ、4月の22日の時はね。まあ今も多いけどね。そうですね、うん、ただハムは今4位ですし、パリーグに至っては1個も当たってないですね。そうだね。頑張ったね、みんな。頑張ってみんな。予想する感じ。予想を反して。反して、よく頑張りました。よく頑張りというわけで、このね、ひどい、予想やおじさん、はい、懲りずに今月も頑張ります。ね。今日は、6月末時点でこうなってるだろう、はい、予想。でも、大体こう、絞れ出してきてるからな。今回は多分大丈夫だよ。大丈夫ですか？あ、もちろん。頭打ってないですよね。打ってない。じゃあ、セリーグ行きましょう。セリーグ、はい、まず首位は。まあ、阪神だな。まあこれなんとなく分かるんですよ。みんな納得でしょ。納得でしょ。はい、はい、まあ、はい、文句はないです、はい、さあ2位。2位はもう DeNA だな。ああ、まあこれもなんかな。これはねギリギリだと思う。え、2位と3位の差がギリギリってことですか、うん、1位と2位じゃなくて、うん、へえ。やっぱ交流戦でどうなんだろうって思うよね。もともと苦手だから交流戦が。交流戦はね、うんうん、だからここら辺はギリギリ保つかなっていう感じ。ああ、じゃあそのギリギリの3位で追ってるチームっていうのはどう？巨人。あ、巨人は交流戦は割と、あ、いいですよね。割といいんだよ。はい、で DH を使うとさらに良くなるから。あ、いますもんね、 DH が。だからギリギリ、まあ、DeNA 追いつかないかなっていうぐらい、まあ、まあ、ちょっと上がってくるような気はするんだけどね。1ゲーム差だったりとかそんなところでしょうか、はい。で4位は？4位はね、広島の3位だったんだけど、はい、落ちるのは広島も交流戦苦手なんだよ。いい成績の時はあんまりないんだよね、はい、だからそういう意味ではちょっと後退するかなって。おー、でもそんな大きな後退ではない。ではない、うん、ってことは巨人と広島は競ってるってことですね、はい、そこは。さあ5位です、中日。あら、上がった。上がる。これ上がったの？これはヤクルトとの差が 0.5、 はい、これは十分中日上がるチャンスがある。おー、これはなぜかというとバンテリンドーム、はい、でやっぱり広いよあそこは、うん、あそこも戦い慣れてるチームの方がいいと思う。なるほど。ただそうだな、パ・リーグは足の速い選手が多いからな。まあそうですね、だから足がかき回されるかも。そうすると若手がね、野手多い中なので頑張れ頑張れ中日。今しかない。今しかない。そんなこと言わないでください。で最後はヤクルト。やっぱね、状態が上がってこない。これ交流戦でもダメですか？いや、だけど、はい、俺は力を持ってるから最終的にはこう追い上げていくと思うよ、はい、
梅雨明けぐらいから、まあ、中盤ぐらいからってことですね。そう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 、だから俺はこのままでヤクルトは終わらないと思うけど、うん、一旦最下位に落ちると思う。おお、そうか、うん、で6月終わり時点でもまだ最下位ってことなんですね。そうだな。ということはまだ村上選手が上がってきてないってことですか？いや、村上だけの問題ではないから。ああ、そうか、うん、そうか、全体的な問題。やっぱ体調を整えたりだとか、うん、いろいろ立て直すのにちょっと時間がかかって、はい、最下位から上がってくる。多分じゃ1回ちょっと最下位に落ちてるという状況ですね、はい、さあパリーグいきましょう。パリーグ首位はオリックス。おお、ロッテではなくオリックス。いや、オリックスも交流戦強いんで。あ、そうですね。まあロッテも弱いっていうことはないけど、はい、まあオリックス。これはやっぱね、山下俊平と山本、宮城、うん、まあこういうピッチャーが勝ち出したら、はい、それはやっぱ連勝していくよね。そうですね、うん、それとやっぱ杉本が戻り、森が戻り、うん、ね、そうなってくるとやっぱいいよ、頓宮もいいし、はい、だからここら辺はちょっと一回オリックスが上に来るかなっていう感じがする。おお、分かりました、はい、じゃあ2位はロッテ。あ、ここはやっぱ競ってるんですね、うん、非常にバランスのいいチームだよね、はい、バランスのいいチームだけども、セ・リーグとやった時にいろんな仕掛けがあったりだとか、うん、いろいろするよ、はい、パ・リーグって豪快なイメージがあるけど、はい、ソフトバンクとか、うん、オリックスとか、ロッテっていうのはセ・リーグ寄りのチームなんだ。へえ、作戦面とか。はい、でもその作戦面っていうのがセ・リーグで慣れてる一枚上手が戦いを挑んできた時にちょっとロッテは苦戦するんじゃないかなっていうような気がする。ただそれでも2位にはいるっていうことなんですよね。やっぱりじゃあ引き続きその5月のいい状態はキープはできてるというところ、うん、でもまあバッティングとすれば少しまた落ちるかなっていうような感じがするけどね、はい、まあ、上がったり下がったりだろうな、バッティングは。そうですね、5月がすごく良かっただけに、うん、ちょっと落ちるかなっていうような感じは見てる。ただここは差はあまりなさそうですかね。ないない、はい、3位です、ソフトバンク。うん、まあ、ここもね、交流戦は結構強いし。そうですね、うん、だから、まあ、交流戦の戦い方だとか、うん、セ・リーグ行かない土地に行ってのリフレッシュの仕方っていうのはなんかソフトバンクの選手たちは、うん、なんかこういいように変えてるような感じがするしね、はい、なのでソフトバンクが3位、はい、さあ4位です。まあ、日本ハム。あ、ここも引き続き気弱に感じるけど、はい、足元救われる。これはセ・リーグのチームは、お、昨年ね、はい、勝てる試合を全部ヤクルト戦落としたんだよ。日本ハムなんですか。ああ、はい、抑えが出てきて同点でサヨナラ打たれて、あ、で2試合目は逆転サヨナラ打たれたりとかして、はい、いいとこまで行ってるんだけども、うん、最後の爪が甘かった。今年の爪はしっかりしてるから。そうですね、ああ、うん、そしたら日本ハムっていうのは弱いイメージを持つと桁繰り食らうから、はい、絶対に。だから俺日本ハムはそのままキープすると思う。ただ3位っていうところまでは難しいかも。いや、ちょっと難しいかも。ちょっとゲーム差がありすぎるね。そうですね、まあ、それとまたミスもするだろうしな。ああ、そこはもうしょうがない。完全になくなるっていうことはないだろうから、はい、ちょっと苦しいかも、はい、じゃあ5位です、西武。ああ、苦しいですね。戦う姿勢は見せるんだよ、はい、相手とか、殿崎とかもそうだし、本当に他の選手もね、まあ、渡辺健人の4番、はい、どこまで続くかっていうこともあるし、なかなかね、メンバーが揃わない、はい、で、勝てるピッチャーが勝て出すとぐちゃっとなってくるけどね。パ・リーグは混戦に。おお、じゃあここピッチャーにかかってるってことですか。ピッチャーにかかってる。だから6月、勝てるピッチャー、ね、高橋光成、今井、はい、松本、平投手も、ね、平、まあ、平はいいけどね、まあ、そういうピッチャーが勝ちをこう積み上げてきたら、それはもう一気にぐちゃっとなってくる。ああ、あのコンパになってくるってことですね。だから台風のめっちゃ目だね、あ、西武が、はい、あ、で最下位、まあ、楽天。あ、引き続き厳しいですね。まあ、そうだね、うん、だからあの前の動画でね、はい、戦い方、うん、ね、どう考えるか、はい、まあ、そういうことを話をしたけども、うん、おそらくまんべんに戦おうとするとやっぱ今年の楽天は雰囲気的にもちょっときついかなと思う、はい、だもう大胆な割り切ったところでの勝ち、うん、落とすところはもうしょうがないと割り切ると、うん、そう、そのぐらいのがないとちょっと難しいかな。だから勝てるときにリスクは伴っても負けるときに絶対リスクは伴っちゃダメなんだ、うんうん、だからそれをはっきり分けられるかどうか、はい、だからそこをできるかどうか。そうですね、はい、さあ6月の終わり
どうなんかね偉そうに言うけど全然当たんねえんじゃないかっていうコメントが今頭の中浮かんだよ。見えた見えました見えた見えた降りてきた降りてきた、それだけ降りてきました。降りてきた、順位じゃなくて、あこれは絶対当たると思う。これは絶対当たる、いや視聴者が当ててくれると思う。あなんか降りてきた、回だけにこれはチャンスがあると僕は思っている。そうそう、あの、ね、そういうのも降りてきた、それも降りてきた、降りてきた。だから今あの、ね、最下位とか下位につけてるチームのファンの皆さん、悲しまなくて大丈夫です、ご安心ください。当たりません。そう当たりません。裏目裏目でも ね、あれなので、はいはい、いやただね、またちょっと1ヶ月後答え合わせが楽しみだ、ね、楽しみです、はい、はい。